激録 .com をご覧の皆さん、こんにちは。ブルーエンカウントでーす。はい、はい、ブルーエンカウント、はい、4月22日にメジャーファーストフルアルバム、ニャニコールリリースします。やったー、よし、言えたね。よく言えた。この曲どうすか。この曲はですね、曲たちですね、アルバム、アルバムね、はい、もうとにかく、うん、もうね、本当にね、もうね、聴いてくれれば分かる。お、あのもうね、僕らの全てが詰まってるし、何よりも、もう自信を持ってお届けする11曲、うんうんうん、ガツンと詰まってるんでね、はい、本当に聴いてほしいと思います。もう本当に、紆余曲折ありました、はい、今回ね、ちょっと途中でね、メンバーでこう、まあ、言い合いをしたりね、まあ、そうだね、うん、僕がちょっとあまりにもこう曲ができない時期 で、うん、ですごくこう葛藤してたね、うん、時期もありましたけども、でも全部をね乗り越えて、できたのがこの作品になってます、うんうんうん、ブルーエンカウントが本当にもう半年以上かけてこの作品に取り組んだ結果、うん、本当に自分たちがね、愛してやまない11曲たちが生まれまして、うん、ほんともうね、こんな気持ち初めてなんですよ、うん、ここまでね、買ってほしいなって。本当そうだよね、もう買ってほしいなーって。本当ね、もう手に取ってほしい、手に取ってほしい。どうやって、ちょっと CD ショップ入ってきた感じ。 CD ショップ入ってそっから入っていくでしょ、うん、はい、ニアリーコール、俺店員さんやるね。ニアリーコール見つけるでしょ。かぶってるわ俺。じゃあ店員さんやるね。手に取るでしょ、うん、もう聞くとかじゃないの。手に取ったらこんままもん。あ、デジやるぜって。もうね、大丈夫、聞かなくて。そうなの。もう帰って聞いてね、絶対後悔しないから。いや、本当そうなの。もう本当、もうなんかジャケ買い？おう、そうだ、最近やってないでしょ。うん、ジャケ買い。してないしない。してないね。もうちょっと前までブラックアイドピースさえ知らなかったですからね。それも知りたい。有名だもんな。知らないんだろうな。知らないんだろうな。いやでもこのアルバム制作にかかるときに覚えたから。あ、覚えたんだ。そういう曲もあると思う。なんでそういうのもね、ぜひね、消化してね。そう、うん、劇録さんの書面の方を見ていただいて、楽しんでいただきたいなと思いますけども、まあ本当にね、みんなのね、本当僕らだけの力じゃなく、うん、本当にライブで出会えたみんなの、パワーとね、はい、本当にチーム全体の皆さんの、ね、力でできた作品だと思います、うん、本当に他でもない、本当これこそ言えます、あなたとの、一緒に作れた作品になっております、うん、ぜひね、7月22日、ぜひゲットしてください。お願いします。さらにですね、それを引き下げましたツアーの方も11月から始まります、11月初日名古屋、ゼップ名古屋ですね、はい、ゼップ名古屋から始まりまして、ファイナルは11月16日17日のゼップ東京 2days となっております、うん、ぜひね、もうブレガード初でございます。同じ会場で 2days だから、もう1日目終わったらそこで寝よ。あ、なるほど、うん、あ、だからステージの上で、ね、ステージの上で、うん、ありがとうブレンカントでしたぞ、もうそのまま、ね、そのまま倒れて話変わってくる。こうなって寝るから、ね、なるほど。みんなで、で、もう開演前にこう起きるからそんな寝るんだ。そこを含めて数年寝たっつって、あ、もう開演ってなって今日もやるか、今日もやるかっつってやりますからもうそれぐらいもう、ゼップ密着型、そんぐらいもう気合入ってますから。そう、ゼップ密着型バンドのね。それは逆に気合入ってないよ黙って帰る。一回帰って仕上げてほしいですけどもいや、まあでもね、そういうのも楽しみにして、いろんなね、ハプニングもあるかもしれないですけど、ハプニングさえも味方につけていきたいと思います。今度はね、もっと光をちゃんと引いてほしいですけどね。まあ、そこはね、しっかりと練習していただきたいと思っておりますというわけでね、いろんなことがあるかもしれない全国ツアー、ぜひね、お近くに来た際は皆さん遊びに来てほしいと思っております、全国のライブハウスで皆さんに会えるのをお待ちにしておりますというわけで、以上、ブルーエンカウントでした。アルバム買って、お、カメラドン買え、買う